らしくモアとは、自分らしくもっともっと花咲く私をコンセプトに、多彩な柄から自分らしくを選んで楽しむ日本とフランスの感性のコラボレーションから生まれた心高鳴るファッション雑貨ブランドです。日本語のらしくとフランス語のモアを掛け合わせたブランドネームとなっています。フランス製ならではの鮮やかな色使いと、ここでしか手に入らない豊富なデザインが魅力です。まずはプチマフラーのご紹介です。マフラーの中で最もボリューム展開しているプチマフラーは、全ての柄でハンドウォーマーとお揃いにできます。今年は全部で22柄、新柄12種類とボリュームたっぷりです。今回の動画では特におすすめの新柄、継続柄をご紹介します。まずは新柄からおすすめをピックアップしました。人気のバラに新柄が登場しました。ピンクとグレーの相性が抜群で、普段のコーディネートにロマンティックな印象をプラスしてくれます。次は駆け回る鹿や生い茂る葉っぱなど、ナチュラルコーデにぴったりの柄です。3つ目はクロシェです。クロシェとは、編み目の粗い大きめのかぎ編み針のことを言います。らしくモアには珍しいカジュアルめのデザインで、デニムのアイテムなどと相性が良さそうです。こちらも比較的珍しい柄です。高級感のあるデザインで、冬のコートにも上品に合わせられます。続いては昨年から人気の継続柄をご紹介します。先ほどもご説明しましたが、らしくモアといえばやっぱりバラ柄が大人気です。暗い色が多い冬のアウターに華やかさを添えてくれます。復刻柄のペイズリーは他のものと比べてシンプルな印象です。シンプルだからこそ、ハンドウォーマーとセットで使いやすい柄でおすすめです。続いては昨年に復活して大好評だったマフラーをご紹介します。今年は8柄に増えての展開になります。穴の開いていない長方形のシンプルなマフラーで、他の方のマフラーにはないフリンジが特徴になっております。1つ目ご紹介するのはこちらのブロックストライプの柄です。モードのお洋服にも合わせやすい新柄になっております。コーディネートの主役になるアイテムです。続いては見ているだけでワクワクするような、たくさんの香水瓶が並んだデザインのマフラーです。もちろん人気の花柄もご用意しています。こちらは復刻のアネモネ柄です。可愛らしいアネモネにレースを合わせている柄になっております。どれもマフラー限定の柄ですので、ハンドウォーマーはございません。最後にご紹介するのはクロスマフラーです。2つの穴に差し込んでつけるタイプで、簡単に首元に華やかさをプラスできるアイテムです。こちらもプチマフラーと同様、ハンドウォーマーとセットでご使用いただけます。こちらは繊細に描かれた木の実や葉っぱが華やかな冬にぴったりの新柄です。
こちらは定番のバラ柄です。華やかな2色のバラが緻密に描かれ、エレガントな雰囲気です。たくさんご用意しているらしくもあですが、毎年ご好評のため動きの早い商品になります。なるべく早いうちのご購入をおすすめします。冬になってからだと完売の商品も出てきますので、ご予約していただくのが一番安心です。直輸入品のため納期は前後する可能性があり、再入荷はございません。完売次第終了となります。定番柄はもちろん、個性豊かな新柄もたくさんご用意しておりますので、売り場が華やかになること間違いなしです。ぜひエトネットでチェックしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。